朝ドラ「朝が来たあらすじ予告」12月14日月放送分危機物語ある日炭鉱の爆発事故は事件と考える友厚は犯人探しを拒む朝を諭しました経営者は偽善者であってはならないと一方喜助が九州の炭鉱から鹿屋に帰ってきました元助が 炭鉱を上手に取り仕切っていることを、木助は、家の者たちに報告しました。その夜、木助は、改めて朝新次郎、そして、A、栄三郎の3人だけに報告しました。シが行方をくらましてしまったこと、そして、炭鉱の再開は、困難を極めることを。報告を受けて、A、栄三郎は言いました。炭鉱を再開する余力は、彼の世にはない。 炭鉱は売り払うしかないと。